じゃあ江原は三越場殺しを認めたんだな。非公式にですけど、復讐は桑名から持ちかけられたとも言ってました。これで随分はっきりしてきたね。ええ、なので早速痴漢裁判の控訴を申し立てます。よろしいですね、源田先生。源田先生、痴漢と三越場殺しは両方合わせて一つの事件だ。痴漢の無実を主張するには江原の三越場殺しを立証しなきゃなんね。だが今のところその証拠はない。だよな。江原さんの殺人動画があります。検察はそいつを出所不明のフェイク動画だと言ってる。警察も同じ言い分だ。それは彼らが勝手にそう言ってるだけです。実際には江原さんの痴漢を示す証拠の方がフェイクだったんです。少なくとも間宮結衣たちの協力があれば、あの痴漢事件を捏造できたと主張できます。裁判所は控訴の申し立てを受けてくれると思うか。先生は無理だとおっしゃるんですか。無理とは言わん。ただ肝心の江原は法廷で三越場殺しを認めないってんだろう。なら控訴したところで勝ち目はどうだ。決定的な新証拠もなく、一審の判決にケチつけるだけの結果になりかねん。それだと沙織君の将来に差し障るんじゃねえか。はっきり言って私は随分見くびられていたものだと、そう感じています。何？沙織さん、もしかして怒ってます？ええ、残念ながら。ですよね。いいですか先生、江原や桑名は司法のそういうしがらみにつけ入って今回の計画を立てたんです。バカにされたとは思いませんか。我々が検察や裁判所に忖度なんてしたら、それこそ向こうの思うツボです。弁護士が法と向き合うとき、自身の保身を気にしてどうするんですか。ああ、確かにそうだ。そうなんだがよ。それに私は第一審で江原の無実を弁護しているとき、実際のところその主張を信じていませんでした。弁護する人間を信じもせずに法廷に立った自分を苦く感じていました。沙織さん、江原はそのことを見透かしていたはずです。きっと法の建前に縛られている私たちの姿をバカにしていたでしょう。それを私は見返してやらずにはいられないんです。お前の意見はどう思うんだ八神。全部沙織さんに従いましょう。俺も江原や桑名の行動を理解はできますが、見過ごすことはできません。そうか、お前もその気になってんだな。ええ、ただ俺の動機は沙織さんより少し不純かも。どういうことだ。三越場殺しとアリバイ偽装の痴漢、それを裏で糸引いてたのは姿を消している桑名です。奴を暗がりから引きずり出すには、人目のあるところで光を当てる必要がある。だったら江原の控訴審はその絶好の場所になります。じゃあお前の目的は江原じゃなくて桑名なのか。確かに江原の件を検証すれば、自然とこれまでの桑名さんの行動も浮かび上がってきます。そして桑名を引っ張り出せれば、それを追う RK とその黒幕も動くはずです。 RK の相馬は沢先生が知りすぎていたと言ってました。つまり黒幕には人を殺してまで守りたい秘密があるってことです。そいつを掴まない限り沢先生が浮かばれることはない。俺らが彼女のためにできるのはもうその黒幕に報いを受けさせることだけです。分かったよ。なるほどな。もうとっくに引き返すって選択肢はなかったわけか。源田先生、どうやら俺はすっかり平和ボケしてたらしい。まあそれに
若者たちの成長は甘く見てたな。すみません、先生に向かって生意気な口を聞きました。いや、そりゃこっちのセリフだ、沙織君。よし、ここまで言われちゃ腹決めるしかねえやな。もう諸君を止めるものは何もない。存分にやってくれ。はい。もしもし、八神氏、まだ神室町においでですかな。ああ、どうした。 RK が偉人町で数を増やし続けているんです。なんだか異様な空気ですぞ。そうなのか。それでどうも相馬や阿久津といった幹部たちがまだこちらにいるのではないかと思うのですが。どうかな。俺が相馬ならもう偉人帳は出てるだろうけどな。沢先生の件で警察に手配されてるだろうし。なるほど、確かに。まあこっちもちょうど一段落ついたとこなんだ。これから偉人帳に戻るよ。杉浦も借りたままだし、つくもにも情報を共有しときたいしな。了解です。ではお待ちしてますぞ。そうでしたか。なるほど、だいぶ見えてきましたね。うん、桑名さんじゃなくて北方先生か。その教え子たちが江原の三越場殺しをサポートしてたってことだけど、でもそれだけじゃまだ説明のつかないとこがあるかな。と言いますと？ RK がなんでしつこく桑名さんを追ってるのかだよね、八神さん。なあ、そこに沢先生が殺されなきゃならなかった理由もある。もともと RK は偉人町に来る前、河合信也を探してた。ところが河合が殺されたらしいと分かると、なぜか急に探す相手を桑名に変えた。奴らの目的は何なんだ。考えて答えが出る問題じゃないのかもしれませんね。それこそ RK のメンバーから聞き出せないでしょうか。偉人帳で数を増やしているようですし。ただ末端の連中に聞いてもろくな情報持ってないからな、あいつら。阿久津か相馬がいれば別なんだろうけど。そうですな。ここでじっとしてても始まらないか。ちょっと街に出てみるよ。うちはフットワーク軽いのだけが取り柄なもんでさ。またまたご謙遜を。ええ、八神氏にそう言われては僕らの立つ瀬がありませんぞ。もしもし、白崎です。八神さん、今大丈夫ですか。ああ、どうかした。江原さんとの接見を思い返していたんですが、ちょっと引っかかる言葉があったんです。それで八神さんのご意見を伺いたくて。引っかかる言葉って。桑名は江原さん以外のいじめ被害者にも復讐を進めてきたと。そして江原さんは続けてこう言っていました。復讐を拒んだ人もいたけど、警察に告げた人は誰もいないと。うん、それで。桑名が最初に殺したいじめ加害者は自分の教え子だった河合信也ですよね。そのいじめを苦に楠本充君が飛び降りて今も昏睡状態にあります。だったら桑名はその親にも復讐を持ちかけたんじゃないでしょうか。楠本充の親。それで言うと確か楠本玲子だっけ。彼女は厚生労働省の事務次官です。それがもし過去に河合への復讐を持ちかけられ加担していたとしたら、
今になってそのことを人に知られたくないでしょう。そこで桑名の口を塞ぐために RK を動かしたとは考えられませんか。 RK にはおそらく誰か黒幕がいるということでしたよね。じゃあそれが楠本玲子。事務次官ともなれば半グレを動かせるのでは。一応筋は通るように思います。ああ、彼女のことは前につくもも調べてくれてた。ああ、すぐに話してみるよ。やったな沙織さん、 RK の黒幕が見つかったかも。矢上さんにそう言ってもらえて自信が出てきました。ああ、それじゃあ何か分かったら連絡する。あ、矢上さんもう帰ってきたんだ。てっきりどこぞで夜までお楽しみかと思ってましたぞ。今からここで楽しむつもりだよ。また楠本玲子のことを調べてほしいんだ。彼女が RK の黒幕だったかもしれない。え、つくも、こないだ見せてくれた楠本玲子の写真また出してくれるか。ほら、こちらを見てくだされ、矢上氏。楠本玲子が功労次官になったのは今年に入ってからですね。まだ1年経っていません。今も評判はいいみたいだな。少なくとも彼女を悪く書いた記事は見当たらないようです。組織のしがらみにとらわれない省内改革、天下り企業にも厳しいメスって大活躍みたいだね。事務次官って官僚の一番偉い人でしょ。ああ、そんな人が過去に息子の復讐をしてたとして、そのことを知っている桑名の口を塞ぎたがってる。そういう事情だったら何かのつてで RK を動かすかも。何かのつてでというあたりがやや雑ではありませんか。うん、ただ RK は桑名さんを探しながら沢先生を、その、ああ、沢先生を殺して俺のことも殺そうとした。普通いくらヤバい組織でもそんな簡単に殺しなんてしない。リスクが高すぎる。でもそこに黒幕がいて大きな後ろ盾になってるなら話は別だ。例えばそれが事務次官ってことなら腑には落ちる。ネット覗いてるだけじゃ何とも言えないね。やっぱり本人に直撃するしかないんじゃない。いつもみたいにさ。かもな。しかしそう簡単に会えるものなんでしょうか。楠本満は今も意識不明でいるんだったよな。ええ、どこかで入院してるならそこを張り込むって手はある。なるほど、それありだね。ん、おやおや、これはなんだよ。ネットに速報が。沢先生の殺害犯を手配とあります。で、ニュースでもやってますね。手配された犯人は私立高校の教員沢陽子さんが自宅マンションで殺害された事件で、神奈川県警は自称便利屋の北方優容疑者を指名手配しています。なんで桑名が。容疑者は以前、犯人は RK の相馬でしょ。事件の前後、現場周辺の防犯カメラに姿が映っていました。また10年以上前から偽名を使用していたとみられ、警察は沢さんと何らかのトラブルがあったとみて行方を追っています。矢上氏、桑名さんが防犯カメラに映っていたのならそこには RK の連中も同じく映っていたはずですよね。ああ、そうだと思う。もっと言えば俺もどっかしら防犯カメラで撮られてたはずだ。なのに警察は桑名だけを指名手配してる。なんでだ。よし、聞いてみよう。誰に。県警の渡辺刑事、三越芝殺しも担当してる。おう、探偵さんか。どうも。桑名が沢先生を殺したって何か証拠でも出たんですか、鍋さん。
ニュースは見たんだろ。桑名は現場近くの防犯映像に映ってたし、被害者とは窮地の中、おまけにずっと偽名を使ってた不審者だ。俺は沢先生が相馬にアイスピック突きつけられてんのを見てます。現場には RK の足跡もたくさんあった。なのに桑名が犯人ですか？捜査本部はそう言ってる。俺に噛みついたって何も出てこねえぞ。何があったんです？また上からの圧力ですか？桑名だって重要参考人だろうが、それに組織には組織なりのやり方がある。お気楽な探偵は引っ込んでろ。だいぶイライラが溜まってるみたいじゃないですか。そっちは今どこです？あ？会って話せませんか？同僚に言えない愚痴とかも聞きますけど。鍋さん、お前に会ったとこで話せることは何もねえ。切られちゃったよ。矢上氏、今電話してた相手の周辺の音を拾わせていただいてました。幸い賑やかだったもので、鍋さんの位置がつかめましたぞ。え、本当かよ。中華街のメインストリートですね。すぐに向かえばきっと見つけられます。でも会いに行ったからって話聞いてくれる？なんて考えてるうちに鍋さんはどっか行っちゃうよ。さすがフットワークの矢神探偵事務所。かなわないね。矢神、お前何やってんだこんなとこで。あ、鍋さん。それとそちらは確か桜井だよ。そうでしたね。お前ここにいるのは偶然じゃねえだろ。鼻の利く仲間がいるんです。で、そいつらも俺も今回の警察の動きには嫌な匂いを感じてる。なんだと？沢先生の件で警察が RK を追わないのはなんでです？それとも俺が知らないだけでもう調べ終わったんですか？こんなとこで話せることじゃねえ。おい、こら！警察が真っ当に機能しているか怪しいんだ。おとなしく言うことを聞く義理はないよ。なんだと？桜井、俺はちょっと便所だ。先に署へ戻ってろ。え？お前も来るだろ、矢上。そろそろ小便したい時間のはずだ。ええ、言われてみればそうですね。ついてこい。くそ、何なんだよ。えらくロマンチックなところまで連れてくるんですね。ああ、クソみてえな話をしなきゃなんねんだ。景色くらいは良くなきゃな。県警は沢先生の件、本気で桑名が犯人だと考えてんですか？遊び半分で指名手配なんかしねえよ。札も出てる。桑名一人だけに？その本名は北方優。ずっと偽名でいた挙句、事件のあった時刻、昔の教え子の殺害現場に来てた。俺の目から見ても十分怪しい野郎だね。 RK の相馬はどうです？あいつだって周辺の防犯カメラに映ってたはずです。先生のマンションに入ってくとことか。映ってなかったよ。ふん、なバカな。いや、言い方が悪かった。現場周辺で RK を捉えた防犯映像は残ってない。何ですそれ。三越場殺しが起きて以来、警察の上の連中はとにかく政治ってやつにかまけてやがってな。警視庁とどっちが江原を取り調べるか手柄取り合ってる頃までは俺もまだ理解できた。だが殺人動画が出てからはガタガタだ。今回の沢先生の件についちゃもう訳がわからねえ。上にいる誰かは本気で何か事件の真相を隠そうとしてる。隠せるつもりでいる。このご時世にだ。何の話です？警察が組織ぐるみで何か隠してると。まず沢先生が殺された現場周辺の防犯映像だが、押収後に
警察内部の誰かが消した。 RK の連中が映ってたであろう部分のデータがどこにも見つからない。防犯映像消した。ああ、残ってたのは桑名がマンションを出ていく姿だけだ。お前が映ってた部分も消されてたよ。事件の前後、防犯映像に映ってた不審者は桑名一人だ。誰が防犯映像を消したんだ。誰ならそんな真似ができる。お前も手引け、八神。三越場の件も沢先生の件も追うだけ無駄だ。おまけに多分こいつは最悪のケースだが、桑名はこの先事故に遭うぞ。何？見つかったが最後うっかり何かの弾みで警官たちに殺される。暴れたところを取り押さえたら死んじゃいましたとかな。どうも警察の上にいる誰かは桑名に消えてもらいたいらしい。あんた本気で言ってんのか。桑名は何かでかい力にロックオンされてる。だが消されると予想がついても止めようがねえ。俺はもう他の事件を追うよ。お前も組織の一員になりゃわかる。自分の身内がどうしようもなく腐ってたら見ないふりするしかねえだろ。俺はさ、もっと分かりやすい悪党を捕まえて真っ当な刑事でいたいんだよ。ざけんな！臭いもんに蓋をして身内以外の悪党にだけ正義面で説教垂れんのか。あんたそれでも刑事かよ。てめえ誰に向かって口聞いてんだこの野郎。まだ話は終わってねえだろ、鍋さん。防犯映像を消すことができんのは誰だ。うっかり桑名を殺させたいのは誰なんだ。そいつを知ってお前に何ができんだ、エボ探偵。手を引け、八神。お前のためにも言ってんだ。俺のためなら手を引くなと言ってほしいね。もううんざりなんだよ、バカ野郎が。この若手が。おい、しっ、ふざけんじゃねえ。沢先生は鍵閉めてたドアを破られて自宅に押し入られました。そこへ入ってったのが RK の相馬です。アイスピックを突きつけられて怖かったんでしょう。俺が彼女を見つけた時
開きっぱなしの目には涙が溜まっていました。なのに警察は相馬を追わずに桑名を追ってる。そこの刑事は違う犯人だと分かってるのに、どうしようもないことだという。なら俺が彼女に代わって声を上げ続けます。それを止めに来るやつが真犯人とその黒幕だ。なるほど、そうかもな。でももしその黒幕に心当たりがあんなら、事前に聞いておきたいんですけどね、鍋さん。警察の中に誰か桑名を殺したい奴がいるわけですか？沢先生の件を調べ始めるとすぐ県警の上から犯人はこいつだと資料が降りてきた。それはお前が名指しした相馬の資料じゃなかった。通称便利屋の桑名、北方優の資料だった。おかしいよな。事件直後、現場にいる俺らよりも先にお偉いさんたちが犯人分かっちまったってんだからよ。その北方の情報は誰から？俺は知らん。ただ公安筋の情報とだけ説明があった。警察庁のな。公安？沢先生の件をなんで公安が？どうも連中のお目当てはカムロ町の半グレ、RK の犯罪者ネットワークらしい。東上会ってヤクザが解散して、犯罪者たちがどんどん地下に潜ってるだろう。で、公安としちゃそいつらの動向を把握するには、 RK を捕まえるより泳がせて監視し続ける方がいい。どうせ悪党なんていくら捕まえたってすぐ次のが出てくるんだからな。公安は RK を潰したくないってことだから沢先生の事件に目をつぶるっていうのか？もしたった一件の殺しで RK を一網打尽にしたら、また新しい情報源を見つけなきゃならんからな。あくまで公安の立場で言えばだ。バカな。もちろん大ピラにそう言ってるわけじゃねえ。公安によると沢先生を殺したのが RK でないことは確かだとさ。は？なんだよそれ。その根拠は？ないんだよそれが。おまけに RK の相馬ってのを警視庁に問い合わせたが、何の記録も出てこねえ。前科も戸籍も写真の一枚さえもな。つまりどういうこと？相馬和樹って男は記録上存在しないってことだ。それが元々なのか誰かに隠蔽されたもんかはわからねえ。代わりに公安は桑名の資料をすぐに一式揃えて送りつけてきやがった。そしてそいつが沢先生を殺した星だと上に号令をかけさせた。そんな理屈が通るのかよ。要するに桑名は RK の身代わりだ。公安は沢先生の件をそれで幕引きにしたいとなると、あとは桑名さえ黙っててくれりゃ帳尻を合わせられる。あんたはだから桑名が事故に遭うって？ああ、臭いもんは全部水に流しゃ蓋を閉める必要もなくなる。公安って具体的には誰なんだ？そいつの名前は？あいにくそこまで知らせてもらっちゃいない。俺はお前が考えているよりずっと下っ端なんだよ。はい、渡辺。え？偉人町でか？ん？そうか、分かった。また何かあったら電話してくれ。桑名が現れた。偉人町でさっき目撃情報ありだ。あいつがこっちに戻ってきてる。
まだ裏は取れてねえかな。場所は？副特徴コミジュルって連中がいるコリアンタウンだ。今警察が向かってる。コミジュル、韓国語で蜘蛛の巣って意味だと。見たことねえか、建て増しした廃墟みたいなやつ。そこに桑名がいたって俺から聞いたって誰にも言わねえよな。そんなに暇じゃないよ。このままだと桑名は事故に遭う可能性があるんだろ。だからあんたは俺に奴の居場所を教えてくれた。あいつに会えたら言ってやれ。お前を狙ってんのは天下の公安だってな。